えー、はいもう一つ、雑念です、えーとね。連休ね、どっぷりはまって、えーと、改良作業、デバッグ作業やったあ N プロログ関係なんですけれども、えー、ここで、えー、と完成です、えーあの、もう本当にやり尽くしたって感じで、今度は大丈夫でしょう、今度は大丈夫でしょう。<laughs> <laughs> 使用不適合とかはほぼないんじゃないかと思うし、エディターも割と軽快にあの気持ちよく走ってますんで、えー、それであの、さっき中村正部さんにね、また近況報告でね、えー、できましたよとか、あとはニューロシンボリックって、なんか面白いですね、第5世代のが生きてくるかもみたいなさっきあのメールを差し上げたところなんですけどもね。 えーまあ、そんなことでね、ね、えー、ISLISP の,、e、の実装に続いて N プログにつきましてもやり尽くしてできたという感じでね、えー、満足感に浸っております。で話のメインはね願望は結局実現するんですね。 とつくづくづ思いろいろとストレートに来ないで、マリン道くねくねなんですけども、マリン道くねくねでね、えー、行きましたけれども、結局最後実現しちゃうんですね、人間ってね。あのー 音楽のが先かリッッチブラックマー、中学校3年生の時にリッチ・ブラック・マーの音楽マッシンヘッドを聴いてぶっ飛んで高校1年生の時どうしてもバーンを弾きたいって言ってやって、えー、学生バンドとかで散々そんなのやって、まあ、その後ずっとね社会人になって退いてたんですけど遠ざかってたんですけども結局こうギター L ギター復活して何年やったん あっち、ね、10年ぐらい弾いてるかな、何やからで。えー、で、だいぶ勘取り戻してきて、おリッチ弾けてるじゃんみたいな感じでね。それから、こっちの、えー、とプロローグとかリスプもね、二十歳ぐらいの時に出会って、こいつはすごいわと思って、どうしてもプロ,ローグ処理系作るんだわっていって、いろいろ処理、あの雑誌あさったりね。 なかなか見つからなくてねあ、中島先生の本買ってリスプのコードを見て、そうか、じゃあリスプの勉強してなんて思ってやってたんですけれども、あれから40何年経って、できました。<laughs> プログもできたし、えー、イザー・スリスもできたし、中島先生の本にあったあのマルチプルワード、えー、多重世界機構も。 あのえー、実装して絵、えー、の、N、プログのところに、えー、の取り入れてありますその二十歳頃の時の夢というのも実現しまし,たしました。ということはねやっぱり人間ってちゃんとねあの心を思ったことっていうのはね実現させるんですよどうあれいろいろとまあ,あの状況が彼しもそれを許さないような状況を があったりすると遠回りはするかもしれないけど結局人間ってやり遂げるんだなってつくづく思います。えー、っていうことはね、まあ皆さんいろいろとその願望とか夢とかあると思うんですけども、えっ、ー、とやりますよ人間だってあの世俗をねやりたいと思うとね、あのお金持ちになりたいとか学者になりたいとか実業家で成功したいとかいろいろと。 えー、若い時の願望ってあると思うんですけれども大丈夫ですなりますあの、えー、とそのき気持ちのそこのとこに眠ってればねまあ若い国にしてもう最短距離で達成しちゃう人もいるかもしれないけどもまあなかなか世の中はそうストレートにいかないんで、えー、っといろいろ遠回りして迷い道しながらも結局人間っての、ね、やり遂げてしまう動物みたいですね。 えー、ということであのー、まだねもうちょっとやりたいことあるんでいろいろやりますけれどもね最終的にはねえっ、ー、と人造人間機械では二郎に会いたいんですよあのそれまではなんとかあの生きながられて二郎に会うまでは死んでなるもんかって感じなんですけど、えー、あと二郎に会うためにはいろいろとあの なんか研究室っとお金がいるからねお金もどうしてもいるしね、うん、でなんていうのも多分あの今の経験から言うとなんとかしちゃうのが人間なんでなんとかなると思います <laughs> ということであの妄想でもいいのでなるなるなるよねと思ってたら、ね、なりますねなります本当に時間がかかってもいい。 時間がかかっても人によってはさっさと達成しちゃう人もいるかもしれないけども私の経験層から言うと、まあ、40年かかってても結局実現化してしまうのが人間なのであの若い時にいろいろとそのうまくいかなくってえっ、ー、と挫折を繰り返してるといつの間にか自分がその飛べるジャンプする能力があるのに飛ぶことを忘れてしまうようなね 鳥だったのに飛ぶことを忘れちゃう鳥みたいな感じになることさえ、えっ、ー、と、避けることができればい、いつか、あの、達成するもんです、人間っていうのはね、つくづく最近そう思うようになりました。ということで、えー、雑談でありました。それじゃあ、えっ、ー、と、お仕事しなきゃ。